ガバーガーめっちゃほれーすーだめだめだけだめいやーめっちゃほれいやーいやーいってことでありがとうございます、ということで、またね送っていただきましたありがたいですありがとうございます、どうやったらいいかなコーディかなだー来ました、こちらはですね、おなんかすごい来ました岡山の美穂さんから届きました。これちょっと どうやって出してる？ありがとうございます。ね、あざすということで、ね、来ました。岡山の美穂さんは、チャンネル登録者の方が8000人。すごくね。すげえな、その人数。ねえ。それの、なんか、その、8000人記念のプレゼント企画だったみたいですね。ねえ、ありがたいです。当たりました、そちらがね。いいですね。あやかりたいですね、なんかね。羨ましいな。ちょっと待って、これどうやって開けたらいいのか。ガムテープ取りました。はい。ちょっとね、やっぱね、ご迷惑かかっちゃうんで。こちらです。ね、はい、お来ましたあこれ、あこれ、あ、そうですか。そうですよね。はい。ちょっと、ね、送った名前なんでね。ちゃんとあの、芸名で送ったら届かないと困っちゃうので、ちゃんとした名前でね。よし、あら、おしゃれなシールで留めてある。ご応募ありがとうございました。ポーチだそうです。ありがたいですね、これ。さあ、開けましょうか。ポーチが届きました。これね、動画でね、これちょっと書くか。お手紙はちょっと。来ました。でーん、かわいい。しかもこれサインが入ってるんじゃない？これ。あ、印刷なのかな？ね、でも、なんかちゃんと書いてあるよ、これ。サインが入ってる。かわいい、ポーチ。ね、はい。何も入ってないけどね、これね。はい。なんかシール貼ってる。まあ、それいっか。はい、ありがとうございます。届いたー。これ何入れようかな。これ、そうだな。このサイズはどうだろう。タバコを入れたりするのかな？でも吸ってないからな。タバコ吸わない人は何入れようかなこれね。なんかこれ、あれですね。やっぱ、女性の人が持ってそうだね。これね。こういうの持ってっていうね。ちょっとあんまりあれだかな。まあ、お化粧品とかね。まあちょっとね、いろいろあるんでしょうね。これね、いろんな入れて、ね、使いやすい。まあ、男性はそうだな。タバコとかもそうですよね。あとは、なんか、そうだな。何入れようかな。保険証とか入れたりかな、この中にね。保険証、ね、可愛らしい。ね、ということで、こちら、ポーチを送っていただきました。これ、確かね、動画で確認したら、ほら、何があったってろうって、開けないで、ちょっと確認動画、やっぱね、するじゃないですか。5名様、全部5名様のやつだから、全部っていうかね、2つかな。5名様のやつだから、5人中の1人になりました。ありがとうございます。だね、やっぱなんかね、美人の方ですよ。ね、もう金髪だし、なんかそういうなんか、女性のこのコスメ系が多いのかな。ね、そういう動画をたくさん上げてらっしゃる、いう感じですかね。そういうの気になる方、いらっしゃったらね。行ってみるといいかもしれない。8000人とか行ってるから。もう、倍以上違う。羨ましいチャンネルさんですね。いいな。ということで、俺もあやかりたい。ね。置くとこはいいな。はい。ね。俺も、埼玉の川野田みたいなね。そういう感じで、なりたいですね。でも、なかなか難しいだろうな。ね。8000人か、羨ましい。ということでね、また、気になる方、そう、一応ね、もうこんな、なんか、ね、逆に、ちょっと、失礼になっちゃうかなと思うんですけど、一応、ね、
あの、まあ、うちの動画とはね、あの動画の感じとはちょっと全然ジャンルが違うんで申し訳ないんですけども、ね、岡山の美穂さんのところも概要欄から行けるようにしておきますので。川野田チャンネル。はい、ちょっと名前のとこ切りましたけど、字も綺麗ですね。素晴らしい。あ、可愛いキャラクター書いてある。はい。ということで、これをですね、一緒に、あの、ね、このポーチの袋のこの後ろに入れてね、はい、ということでね、このシールでちょっと名前隠れちゃいましたけど、これでいいかな、っていう感じでね。で、ここね、はい、イカちゃんさんのやつとね、チャンネルさんのね、やつと、こんな感じでね、貼っときましょうか、せっかくなんでね。はい、あら、かわいい。かわいい。これね、検証生活ね。これいいんじゃないでしょうか。じゃあまたなんか当たったらやりますんで、よろしくお願いしますね。ありがとうございました。ということで、ありがとうございました。チャンネル登録、そして高評価お願いします。そして川野チャンネルは毎日17時に新作動画をアップしているぜ。それでベルマークみたいなのがあるんだけども、それをやっておくとライブ配信もやってるから、いち早くチェックできるぜ。チャンネル登録お願いします。俺は100円ライターが一番好きだぜ。100円で買えるぬくもりが俺は好きだぜ。そいつで俺はタバコに火をつける。別の動画も見てね。